皆さんこんにちは日本の大学全部行った男山内大二です地元に法学部がないという話をしたいと思います、えー、地方の方は実は大変悩ましいのが自分の県の国立大学に法学部がない行きたいのにでそうすると他の県とか東京や関西のような大都会の私立に行くしかないのという人もいらっしゃると思います特にやっぱり公務員になりたい地方公務員になりたい場合 法学部があると法律の勉強できて有利なんで本当は法学部行きたいんだけど自分の県にないそんな皆さんのためにじゃあ地方で法律の勉強ができるどんな環境があるのかというのを、まあ、いろんな県の話をしたいと思います。まず法学部こそないんですが皆さんの県に人文社会科学部がありませんか国立大学の中に。安心してください。人文社会科学部っていうのは 文学と経済と法律が合体してるんですよですから法学部と名乗ってなくても法律の先生はいますそれでちゃんと法律の勉強はバッチリできて公務員になれますので安心してください、えー、具体的には岩手県静岡県山形県三重県鹿児島県それから琉球大学ですね、まあ、学部の中で法律学科になっている場合もありますけど 学部名が法学部じゃなくてもちゃんと法律やってますよということで安心してください次経済学部の中に法律がありますそういう大学も結構あるのでそういう場合は法学部志望のあなたは経済学部に入ってください中で法律できますそういう学科やコースがあるんですね具体的には群馬大学の情報学部の中に法律があるそれから 宇都宮大学学のの国際学部の中にある、まあ、他には福島それから富山ここは経済学部の中に法律学科がある滋賀和歌山山口徳島高知佐賀大分宮崎これらの大学は法学部と名乗ってなくても経済とかそれに類似した学部の中に、まあ、少しなんですが法律の先生揃ってますので、まあ、法学部 に匹敵する勉強がちゃんとできるというふうに考えたらいいんじゃないかなということでまあ遠い地方に行かなくてもよいと安心してください島根島根も法文学部なんで大丈夫ですね愛媛とかね法律と文学、はい、最後全然ない秋田福井岐阜鳥取宮崎残念でした全くありません 他県に行ってくださいということでですねまあ正直弁護士になるというのが本気の人はこのちょっと法律の学部学科コースあるよというよりは、えー、ちゃんと法学部を名乗っている国立大学また名門私立大学に行った方が正直良いと思います。弁護士はは公務員であああれば今申し上げた人文社会科学系の中にある、まあ、あとは 経済学の中で学べるということで実はほとんどの県には何らかの形で国立大学に法律分野がある全くない県の人は残念でした他県に行ってください参考になりましたでしょうかありがとうございましたご視聴ありがとうございましたいいねとチャンネル登録をぜひお願いしますまたメガスタのラインにご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します 相談や質問も LINE で受け付けています詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください